今見えてますかね。はい、大丈夫です。あ、じゃあもう始めちゃいますかね。お願いします。はい、ではですね、ここまで IoT、まずパターンの外観ですね、それからパターンを活用したアーキテクチャ設計や評価のところの、まあ、ちょっと本当に触りのところをご案内しました。で、じゃあ IoT の世界ではどうなのかということの、その、我々のですね、ちょっと調査結果をご案内しました。では、続いて最後の第3部としてはですね、じゃあ機械学習ではどうなのかと。で、まあ、機械学習はやはりですね、IoT と同様に、非常に複雑だったり、非常に大規模だったり。しますと。また非常に不確実性も高い。で、そこをどう組み入れていくのかということになるわけですね。で、そこに関して、あれ、なんかほとんど同じ絵が出てきました。これぞパターンというんですが、パターンってワンパターンって言われないように気をつけないといけませんが、つまり、このスライドはですね、先ほどの IoT といったところを、機械学習、そのままパラメーターを変えたということですね。つまり IoT こそ、パターンやパターンランゲージが重要であるということは、それは機械学習工学においても同様だというふうに思うんですね。つまり機械学習工学では今、やはり、まあビジョンとかはもうたくさんありますよね。あるいはその事例ももうたくさんあるわけですね。でさらにはフレームワークも、たくさんある。まあ、しかしその間のとこですよね。じゃあ、どういう場合には、どういう方針で、どういう具体的な形を持っていくとちょうどいいのかっていう、そういうコツのところっていうのが、やっぱりまだなかなかですね、整理されてない。で、そこはですね、やっぱりパターンという形でつなげていくのがいいだろうというのが、我々の思いです。で、それは結果としては、まあ、IoT の話と繰り返しなんですが、機械学習の、まあ、応用のですね、システムやソフトウェアを描いていく際のですね、問題や解決の再利用。で、さらにはそのアーキテクチャが一貫するということにつながるでしょうということです。で、これはさ、IoT の先ほどと全く同じ繰り返しになるんですが、やっぱり機械学習の世界にもですね、やはり利害関係者は様々に異なりますよね。データサイエンティストもいれば、ソフトウェアエンジニアもいれば、ドメインエキスパートもいれば。そういうその領域立場が異なる人たちが集うこそですね、そういう共通の言葉、共通の言語が必要なんだ。で、それはやっぱりパターンに他な、まあ、パターンじゃなきゃいけないというふうには言いませんけども、パターンはその一つの有力な手段であるというのが、我々の、私の主張です。そこでですね、で、今、実際に機械学習応用の、アーキテクチャデザインパターンって、いろいろ出てきてるんですね。で、ただその全体像はなかなか今つかみにくいということで、それのやはり調査をしましたということになります。そのにあたってですね、まずはその非常に簡易なアンケート調査で、機械学習系のですね、開発者の皆さんが、その設計っていうのはどういうふうに捉えてるのかっていうのを簡単なアンケート調査しました。その時はちょっと回答数が極端に少なかったんで、あんまりあれなんですけども。で、その上でですね、文献調査をしっかり行ったところ、まあ、40件近いですね、文献が見て取れました。で、それらに関して、パイプライン、機械学習のですね、パイプラインのプロセスですとか、それからソフトウェアのライフサイクルプロセスなどに照らして分類をして、その上でですね、主要なものの、まあ、我々は整理を試みている。今、我々はまだその途上にあるというところをちょっとご案内します。で、まずですね、簡単なアンケート調査は以前、これだいぶ前ですね、去年の、夏ぐらいなんですけども、に実施してですね、9名の回答って、だから、もう、その通りというか、まあ、言われるまでもなくですね、統計的にどうのっていうことじゃないんですけども、まあ、非常にその時のざっくっとしたですね、状況としては、まあ、一部パターンを知ってて使ってるよっていう方も中にはいらしたっていうことですね。ただやっぱり、どうですかね、特に様々な機能的特性、それスケーラビリティだったり、あるいは不確実性にどう対処していくのかですとか、あるいはモデルの眼見性ですとか、を、まあ、パターンで扱ってるよっていう方は少数で、まあ、割とその都度ですね、アドホックに扱ってるよって方が多かった。ただ、何分これ非常に限られた方々の回答になったということで、今回ですね、各スライドに左下にアンケートというのを出してます。で、ぜひですね、今回のセミナー趣旨としましては、皆様がじゃあ普段ですね、改めてですね、設計課題をどういうふうに捉えているのかであったり、また今日これからご案内していくですね、パターンをご存知かどうか、あるいはパターンとしては知らなかったけれど、そんなのもう普通に当たり前にやってるようですとか、まあそれが実はパターンとしての良い証拠なんですけどね、当たり前だよっていうのがこそがまあ良いパターンなんですけれども、そういう状況をですね、ぜひこのアンケートっていうところでですね、ちょっとお時間頂戴してご回答いただきたいなというふうに思います。
で、じゃあまず我々がその、まあちょっと、当初のですね、非常に限られたアンケート回答の結果に基づいてですね、あ、なるほど、じゃあパターンのまずはちゃんと整理が必要だということで、学術論文や廃炉文献、これはそのテクニカルペーパーですとか、技術的な文章などですね、ウェブ上の。そういったものを調査しました。その結果、先ほど申し上げた40件ほどのですね、文献を捉えることができました。で、数は、学術だからどう、廃炉文献だからどうっていうわけではないんですけど、おおむねですね、近年、増加傾向にあるようには見受けられたということなんですが、そこは、今後もさらに継続調査が必要かなっていうところです。で、特に今年に入ってですね、機械学習のデザインパターンの提案っていうのはやっぱり増えてきてるように見受けられてですね、追加調査が必要だなっていうところであります。で、じゃあその分類の仕方なんですけども、まずやっぱりプロセスの層っていうのは一つありますね。例えば、ここからにあるのはマイクロソフトさんの、パイプラインプロセスですね。モデルの要求に始まって、データのコレクションですとか、クリーニング、ラベリングっていうかですね、あとフィーチャーエンジニアがあって、で、モデルの訓練、評価、デプロイと、モニタリングという感じです。一方で、下にあるのが、これは割とソフトウェアのライフサイクルプロセスの典型的な形。要求に始まって、先ほどのやっぱアーキテクチャ設計ですね。で、また実装や、統合のやテストがあるという感じです。で、じゃあ実際に我々が抽出したですね、パターンの、まずは、正確に言うとパターン候補群なんですけど、を、主にどのフェーズを扱っているのかっていうのをですね、置いてみたっていうのがこちらの表になります。で、当然ながら、まずはアーキテクチャやデザインパターンに着目しましたので、ライフサイクルで言うと、やはり、アーキテクチャデザインですとか、それから詳細設計、さらには実装のところが割と赤くなっている大部分だということですね。また、機械学習のパイプラインの観点で言うと、モデルのモニタリングですとか、あとデプロイのとこですね。ここに割と関わるものが多かった。ちょっとそういうクロスで見るっていう、これは試みになっています。逆に言うと、今回やはりアーキテクチャパターン、デザインパターンにかなり着目したので、データの扱い回りですね。例えばラベルをどうするかですとか、クリーニングをどうするかですとか、そのあたりのパターンは、明示的には扱わなかったということ。それがそのまま如実に出たといえばそうなります。うん、で、ここにあるのがその当初得られたパターン候補でして、33あったと思いますけれど、アーキテクチャパターンに始まって、これが全体の構成ですね。それから右側がデザインパターン。そして、いわゆるアンチパターン。つまりこうすると大体失敗するよっていう、典型的な落とし穴ですね。これもアーキテクチャレベルのものとデザインパターン、詳細設計レベルのものを見て取りました。いわゆるその技術的負債であったり、コーディングのスメルみたいなものは、このアンチデザインパターンというふうに言い換えてもいいでしょうということです。で、ただこれらに関して、すべてですね、さらに JSC 未来社会というプロジェクトで、吟味していく中でですね、ちょっとこれはパターンとしての汎用性が低いですとか、非常に大まかなことを言い過ぎているですとか、そういったそのパターンとして、使い勝手が良さそうかどうか、といったことをですね、検討した結果、ここの、網掛けしているところは一旦ちょっと消しまして、こう白くしているところを残したという具合です。で、その残した結果を、最終的にまずはざっくりと整理したのがこちらの絵になりまして、大きく言うと、6つに、大まかに分けました。分けて見て取ることができました。まず一つはビジネスロジックとの、あとその機械学習部分とのその分離をするっていうものたち。で、それからそれに関連してですね、割と基盤として支えていく上での、ウェブやそのマイクロサービス関係の話。そしてさらにはそのデータ、ビッグデータの扱いやそのストリームなどのその基盤系ですね、に関する話たち。あとさらにはそれを具体的なですね、計算機能度にどう配備するのかっていうような話。さらにはですね、もう少しその分散ですとか、あとエッジデバイスなどの扱いも含めたですね、話。で、最後に、保守性の扱いや説明性、安全性、信頼性といったものの扱いの話。まず大きくこういう6つに、大まかにカテゴライズできるということを見て取れました。ただですね、この大まかな、様子を見ていただくとわかるように、あるパターンは、複数のところに関わるところは当然あるわけですね。例えば データレイク一つ取ってもですね、主にこれはデータや基盤関係を扱うわけですけども、サービス関係とも相性がいいわけですし、ビジネスロジックとの分離のアーキテクチャの中でもデータレイクっていうのは割ともう共通に扱われるわけですね。
だからまあこれは割とそのどこにも関係するような中間に置いているわけです。そんな具合にですね、あるパターンがここだけっていう意味じゃなくて、まずはあの大まかな今、あの配置に今とどめていると。まあ、そういうニュアンスを見ていただければと思います。で、我々はですね、今あの JST 未来社会、これはあの、NIA のですね、吉岡先生や石川先生がリードされるプロジェクトの中で、そのエンジニアラブルな、説明可能性だけじゃなくてですね、エンジニアリングできる。つまり、こういう範囲でですね、不確実性をこう制御したりですね、技術的な活動の中でですね、こう積み重ねて説明して制御してことができる。そしてきちんとこう責任が取れる。といったことをですね、技術的に突き詰めていく中で、将来的にはですね、この特にやはりこういう保守性ですとか、説明性、安全性ですとか、まあ、こういったところのですね、パターンの拡充がなされていくというのが、まあ、今後、狙いたいところではあります。で、現状は、まあ、それに限らずですね、広くまずは、系統的に文献調査の結果を整理しつつあるということになります。で、詳細はですね、この後、竹内先生から詳しくということなんですけれども、私からざっくりしたところを申し上げると、さっきの6つをですね、さらに大きく3つに分けると、ビジネスロジックやサービス関係としては、まあ、セパレーションコンサーンズ&モジュラリゼーション。これそうですね、予測問題ごとにコンポーネント化しましょう。それからディスティングシュビジネスロジックフロム ML モデルス。ビジネスロジックコンポーネントと機械学習コンポーネントは分けておきましょう。それから ML ゲートウェイルーティング。これだから先ほどのゲートウェイの話、パブリックサービスクライアントのところがちょっとありましたよね。これってやっぱり機械学習系でも同様でして、ちゃんとゲートウェイで振り分けていくっていう、まあ基本的な構成ってありますよね。で、それが前提としてるのは、マイクロサービス化されてるってことは一つあるわけですね。これは機械学習の推論の部分もそうですし、ビジネスロジックの部分もそうだと。それはちゃんと素結合する形だということですね。で、最後、それらのやはりですね、基盤としてはやっぱりデータレイクがある。で、ここではやっぱり構造化されたデータも、それから非構造化データもですね、割とこう集中的に、まずは生でですね、扱える、その、まあ、レイクですね。そこの場所が必要だということです。続いてですね、それをさらにこう、特にそのビッグデータやストリームとしてですね、扱っていく。さらには分散として扱っていく際の、基盤系のアーキテクチャとしては、ラムダアーキテクチャやカッパーアーキテクチャ。これはそれぞれストリーム処理の形として知られるわけ、よく知られるわけですけども、ラムダは割とこうバッチ処理とストリーム処理の、まあ、併用ですね。一方、カッパーアーキテクチャはこれは割とその、高速なストリーム処理の方を割と、特にリアルタイムデータのですね、扱いをかなり重視しているということです。それからじゃあその結果をじゃあどういうふうに実際の計算機ノードに配置しますかっていうことですが、これやっぱりそのデータワークロードと訓練のワークロードではだいぶ性質が異なりますから、異なる計算機ノードに配備するっていうのは、まあこれはまあ当然、上等手段だということになるわけです。それからもう少し分散系に関して言うと、パラメータサーバーアブストラクション、データ並列の分散機械学習の仕組みですとか、あとはそのエッジ側、例えば、モバイルのデバイスを扱う際にですね、ローカルデバイスで個別訓練させるようなフェデレーティブラーニングですとか。で、そこで得られる差分をですね、集めていく際には、プライバシー保護をした上でっていうことが必要だと。それはセキュアアグリゲーションだということです。そして最後ですね、保守性、説明性、安全性関係に言うと、まずはですね、やっぱりその、機械学習系でやっぱりまず POC があってとかあるわけですよね。で、これをそのまま持ち込む、プロダクションを持ち込もうとするとですね、なかなかその技術的負債が溜まっていて、後々のですね、その保守などの、まあ、非常に致命的な影響を及ぼしかねないということでですね、一旦そこでですね、大胆にこう、POC のところは破棄していくという考え方は必要でしょう。それから実際のところで、きちんと半管理していく。それは学習データもそうですし、学習データ、データってちょっと、ちょっとこれはバグですけれども、学習データによらずですね、まあ、コードもそうですし、データもそうですし、すべてについてきちんと辿れる形でバージョン管理をしていく。それから説明性に関しては、やっぱカナリーモデル、カナリアモデルですね、精度を少し犠牲にしてもですね、説明性のつくです、あるですね、モデルっていうのは併用して、その付き合わせてずっと見ていくっていう考え方が重要ですね。それから最後はエンキャプセータ ML モデルビズルーベースセーフガード。まあ、やはり機械学習の基づく意思決定というのは、しばしば非常にこう不確実であって、で、ただ一方でそれを非常に安全性の厳しいですね、ソフトウェアシステム、例えば自動運転であったり、といった場合にはですね、その検証可能な決定的なルールベースで書き下した世界で、まあ、カプセル化しておくという考え方があるわけですね。で、そういったものも、まあ、典型的なパターンとして知られるということです。で、最後にですね、こういった
機械学習応用系のアーキテクチャデザインパターンが特に今年入ってですね、かなりこういろいろ出てきてまして、その特に代表的なものとして、Google さんのと、それからメルカリさんのもご案内しておきます。で、将来的には我々の今整理している、パターン集とうまくこう位置づけを整理してですね、これとこれは割と強い関連にあるですとかね、まあ、それぞれ狙っているところも少し違ったりしますので、まあ、そういう整理をこれからさらにしていくというつもりです。まず一つは Google さんのですね、マシンラーニングデザインパターンです。これ今実際サファリか。オライリーさんの、アーリーアクセス的にですね、参照することができます。正式な出版は来年の、2月だったかなってことですけど、今、アーリーアクセスで一部見れる格好です。で、これはですね、主に Google プラットフォーム上での、機械学習系の、使いこなしですとか、あと設計のところをですね、しかもコード例も交えて取り上げている。そういう意味では、非常に、まあ、当然、いいデザインパターンだなという感じですね。大きく、3つのカテゴリーに分かれてまして、データの表現と、それから問題、プログラムの扱いですね。それから、モディファイモデルトレーニングということですね。その、まあ、訓練関係ですね。で、例えばデータリプレゼンテーションで言うと、そうですね。マルチモーダルインプットリプレゼンテーションとか、プログラムリプレゼンテーションで言うと、マルチラベルですとか、アンサンブルですとか、あと訓練系で言うと、トレーニングループの話ももちろんありますし、一方でいくつかチェックポイントを設けていきましょうですとか、あともちろん、トランスファーラーニングのような話もあるということですね。やはりその機械学習の使いこなしていく上での、まあ、コツになるところをですね、割とコード例で交えてですね、まとめていると。こういう意味では多分機械学習にこれから取り組んでいく際の学びとしてもすごく当たりがいいですし、非常にいいデザインパターン集だなというふうに、今ちょっとアーリーの段階ですかね、見て取れます。もう一つは、これメルカリさんの、特に渋井さんという方がまとめられているマシンラーニングシステムデザインパターンということで、どっちかというと割ともっと、アーキテクチャ寄りの話になってきて、機械学習のモデルですとか、ワークフローを、まあ、どういうふうに稼働させていくのかっていうことについて、やっぱりその、メルカリさんでのその事例からですね、抽象化した形で、整理されている。これも非常にいいなということですね。サービング関係ですとか、QA、それからトレーニング関係、オペレーションなどなどということ。ちょっとパターンの書き方はちょっと、またそれぞれちょっと書き方が、違ったりするんですけれども、まあ、それぞれの、まあ、良さ、いや、狙っているところの違いがあるということですね。で、それを踏まえて、じゃあ、我々の今、調査している結果の位置づけなんですけれども、まあ、系統的な文献調査に基づいているというのが、まあ、まず我々の一つあります。で、まあ、ただそれで全部網羅しているという意味ではなくてですね、しかもちょっと調査した時点が、昨年の夏ぐらいでしたんで、まあ、その後、この後、より出てきているものたちっていうものをちゃんと追っていく必要があるということですね。で、それからやっぱりアーキテクチャ運用パターン系の話が主でして、その若干狙いの違いがあるかなということですね。あとは今後はですね、先ほど申し上げたように、まあ、エンジニアラブっていうところでの、信頼性ですとか説明性ですとか、まあ、そのあたりのですね、パターンの拡充というものを今後図っていきたい。で、その中でですね、こういった、既存のですね、まあ、良いデザインパターンやアーキテクチャパターンとかですね、整理、位置づけっていうものをさらに今後整理していきたいと思っています。ということで以上ですね、まあ、まさにだから去年から今年にかけてですね、この機械学習応用の中でのですね、システムやソフトウェアのアーキテクチャやデザインパターンというのは様々出つつあるという、今まさにそういう真っ只中というふうに見て取れます。で、まあそういったものをですね、例えばライフサイクルによって基づいて分類したりですとか、あと我々実際パターンの標準的な形で、文脈や問題解決という形で書き下しというのを進めています。で、今日はこの後ご案内あるんですけども、実際に持ち帰っていただける形でですね、ウェブ上にも、その今のドラフトをですね、公開しているところです。ぜひ我々としてはですね、この後竹内先生の、詳しい、個々のパターン解説も聞いていただいた上でですね、ぜひこの画面の左下にあるですね、アンケートにですね、答えいただきたいなと。それちょっとお時間頂戴できるとですね、やっぱりその、まあ、エンジニアの皆さん、それから今日いろんな立場の方いらっしゃってると思うんですけど、どういう立場で、どういうふうに設計課題を扱って、で、その中でどういうパターンが使われているのか、あるいは使われてないのか、あるいは知られてないのか、知られてても、使い勝手が悪いのか、
まあ、そういったことをですね、調査していきたい。で、そういうものをやっぱり積み重ねていって、みんなでその結果を共有することがですね、やっぱりこの機械学習工学におけるですね、共通の言葉を持っていくことにつながると思うんですね。で、またそれを経てですね、先ほどの Google さんやメルカリさんのような様々なですね、デザインパターンとの位置づけ、全体の整理ってことも、オープンにですね、やっていきたいと思います。私から、全体について以上になります。鷲崎先生、ありがとうございました。ではちょっと引き続き、次の